なんか嫌な匂いがするな。獣の匂い。大清水登山口です。久々に山に行こうと思います。登山道の調査と、尾瀬沼行ってちょっとゆっくりしていきたいと思います。こっからこっち側は車が通る道で、こっち側が奥行きの林道。許可車両以外は行けないんですけど、昔の道、一ノ瀬までの歩道はこっち側にあります。今日は歩道の巡視だからこっち行かないと話にならない。人はそんなに通んねえのかな。よいしょ。この鐘があるってことは熊がいますよって話ですよ。この穴の開いてるのはどうやら鹿ですね。あんまり大きくない子供、子鹿。なんか嫌な匂いがするな。獣の匂い。くしょ。今年秋、環境イベントというか、環境ツアーというか、そういうんで、ここの、移入植物を片付けるんだってさ。何年か前から言ってた、これですね。これを片付けるんだそうです。さあ、三平峠行きます。十二曲がりですよ。これから木道は大部分が、2車線というか、2つ並行して木道が敷設されてます。それなので基本尾瀬では、他のところは知りませんが、尾瀬では基本右側通行で行きますというルールがございます。行き交う人も少なくて、風も吹いてなくて、音がない、鳥も鳴いてない。木道に土がこんなに跳ね出しているのは鹿だね。それが餌を求めて足でガリガリってやったんだよね。もうこの辺は昔もうちょっとね、笹とかその他の植物が本当に生い茂ってた気がするんだけど、気のせいかね。志仏山のさ、東面、東側の登山道の階段もこんな感じの工法なんですけれども、そん時はいいさ。けどね、また壊れるんだよ。
勾配が比較的緩やかな、ここはさ、石積み、石の畳あったじゃないですか。あれ、もう木道ずらね、全然持つんだよ。あれの方が絶対いいよ。ここのなだらかなところは。えい。沼でコーヒー飲み行ってくる。今日はだいぶゆっくり歩いてきたんで、もうそろそろお昼かな。三平下の尾瀬沼山荘に到着。公衆トイレはやってんだろうか。使えてますね。使えてます。よいしょ。今年は売店やってねえかな。寂しいね。無料休憩所になってんのかな。あ、こっちで売店もやってんだ。へえ。へーへー。開放時は休憩、雨宿り等ご自由にお使いください。群馬県教育委員会さんの看板もそろそろやばいですね。こっちもうお休みになってます。見た目が悪いの。三平下から尾瀬沼ビジターセンター、彫像小屋、尾瀬沼ヒュッテ方面のこの道、このくらいの幅の木道がずーっと行ってます。ここもね、朝夕熊が出たとか出ないとか、鹿が出たとか出ないとか、そういうところです。左に尾瀬沼がダーンと広がってます。熊よけ鈴が沼ビジかい。おお、おドバトがいっぱいいるの。
ちそうさまでした。元のビジターセンター柳蘭ですね。もう終わりだ、うん？もう終わりか。ちょっと雨が降ってきたんでどうしようかな。売り切れでしたので残念、帰ります。三平峠越えます。三平峠の看板越えたあたりですけど、冬はねこの先にちょっとした尾根があって、その向こう側が冬道沢です。そっちを下ってきます。で下っていくと昔の、国道401号線、まあ、廃止になった廃道になった道の途中に出ます。まあそこからずっと沢なりに一ノ瀬まで下ってったんだと思いますけど、今はもう雪がある時だけしか行けないですね。残雪期はおっかないです。沢にはまっちゃうかもしれない。で、こっち側のね、東電のあの、小瀬沼からの、送水している沢がこっちにあるんですけど、そっち側にこぼれちゃうと、またこれがまた遭難しちゃうんでね、危ないんですよね。雪のない時はもう木道しか歩けねえからいいけど、残雪期はね、どこでも行けるから、そういうのおっかないっす。まもなく一ノ瀬休憩所に到着します。で久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいの山歩きだったので、おとなしく、そろりそろりと行ってきました。まあこんなもんじゃない。まただんだんといろいろ大勢歩きます。今日はありがとうございました。